スタンズ・モア・ディーン・スティーブンソンは、スコットランドの画家である。グラスゴー・ガールズと呼ばれるグラスゴーで活動した、女性画家、デザイナーの一人である。グラスゴーで、アバディーン出身の版画家で、1846年に、印刷会社、ギルモア・ディーン・リミテッドを共同設立した父親、アレキサンダー・ディーンのもとに生まれた。 グラスゴー美術学校で1883年から1889年まで学んだ。同時期に美術学校で学んでいた学生にはベッシー・マク・ニコルやチャールズ・レニー・マッキントッシュがいる。美術学校の留学奨学金を受け取る資格を得た最初の女子学生となった。留学資金でパリに留学し、アカデミー・コラロッシュで肖像画家のギュスターブク・クロード・エティエン・ヌ・クルトワに学んだ。 クルトワとスタジオを共有していた伝統的な衣装の女性像を描くのが得意な画家のパスカル・ダニャン・ブーベレからも影響を受けた。1894年にグラスゴーに戻り、グラスゴーにスタジオを開いた。1894年にグラスゴー美術協会の展覧会に初めて出展し、1910年まで毎年出展を続けた。ペズリーやリバプールの展覧会や、 スコットランド王立アカデミーやロンドンの展覧会にも出展した。有名な肖像画家、ジェームズ・マクニール・ホイスラーが初代会長を務めた国際彫刻家、画家、版画家協会にも二度出展し、初期の作品はホイスラーの影響も見られる。1899年の作品はパリの国民美術協会の展覧会の審査に合格し展示された。 スタンズモアという珍しい名前のため、時として男性と間違えられた。グラス号に戻った後も、夏はフランス、オランダで過ごし、オランダの漁村、ホーレンダムに集まった芸術家の一人となった。オランダの伝統衣装の男女の人物画を多く描いた。1902年に風景画家のロバート・マコーリー・スティーブンソンと結婚した。夫には死別した妻との間に娘がいた。 グレーターグラスゴーのマルグイの夫の屋敷に住み、それぞれ別のスタジオで活動した。1910年から1926年の間は、夫妻でフランス、パイコールドカレー圏のモントルイユに住み、1932年からは、スコットランドのカークブリシャーで活動し、カークブリシャーで死去した。ありがとうございます。